今回逮捕された谷口が中野会解散の際に暴力団業界を引退したのか、引退せずに別の団体に所属したのかについては、警察庁幹部も活動歴については不明な点が多いと説明する。ただ別の警察庁幹部は、その後の活動は別としても神戸山口組組長の井上と交流があったはずとの見方を示す。こうした見立てが成り立つのは、中野会はもともと山県組の参加組織で、五代目山口組体制時に直参と呼ばれる直系の二次団体に昇格していた経緯があるためだ。中野は同じ系統の山県組から五代目山口組組長に就任した。渡辺義則の親衛隊を名乗っていたとの証言もある。このため中野会系に所属していた谷口は、年齢も近い山県組組長だった井上と面識があるどころか、深い交流があってもおかしくないという。さらに次のように指摘する。中野会が解散した後に、神戸山口組組長の井上は浪人のようになっていた中野会の元組員らの面倒を見ていた。今回の高山拓への発砲は、神戸山口組側からの徹底抗戦のメッセージ、強い意思表示だ。どう、暴力団業界は事件をどう見たか。このような警察の見方に対して、暴力団関係者は事件をどのように見ているのか。70代後半ということもあり、現役の暴力団幹部には谷口の名前を聞いたことがないとする声が多い。ある山口組幹部は、今回の事件について暴力団業界特有の事情を交えて講和す。神戸山口組からの指示でやったのではないと思う。谷口は神戸とは関係がないのではないか。そもそも76歳にもなるのに拳銃で弾いてこいと指示するのは組織として恥ずかしいこと。本来なら若い人が行くべきだ。年寄りが行くことはない。さらに次のように推測した。年を取ってきて、しのぎ資金源がなくなり、金に困り、パクられるのを承知でやったのだろう。刑務所に入ればとりあえず飯には困らないから。そして何よりも、山口組ナンバー2の自宅を拳銃で弾いたともなれば、ヤクザ業界の歴史に名を残すことになる。どう、2019年10月に神戸市内で山県組系組員2人が射殺された事件も、逮捕された山口組行動会系幹部のヒットマンは68歳と高齢だった。所属組織に家族の生計維持を依頼する言葉を残して事件を引き起こしていたといい、この点も山口組幹部の推測と符合する。事件後、山口組が出した通達、高山拓銃撃事件の翌日となる2月3日、山口組本部は参加組織に対して次のような通達を電話で伝えた。公共施設などでは暴力沙汰を起こさないこと。対立組織との間で揉め事があっても返し報復をしないこと。警察の取り締まり強化が予測されるため、当面は静かにしていることが得策との判断をしたものとみられる。しかし、この通達を受けたある山口組幹部は独自の見解を披露する。通達の中で、返しをしないというのは中途半端な返しはしないと解釈した。例えば相手の事務所に火炎瓶を投げるとか、ダンプで突入するとか、こうしたつまらない返しはしない。自分の解釈は、やるなら相手の体に入れることをやる。入れるとは銃弾を相手の体に命中させることだ。神戸山口組側に対して何かしらの事件を引き起こした際には、若頭宅の事件の返しだとの大義名分が立つとも正当性を主張する。警察の締め付けなどがあろうとも、対立抗争はまだまだ収束させるつもりはないようだ。警察の大掛かりな捜査につながるか。三重県警に対とされた谷口は、動機について恨みと供述しているが、具体的な内容については不明なままだ。警察当局は谷口について、現行犯逮捕となった銃刀法違反の所持容疑だけでなく、
発射容疑でも当然立件する方針だ。取り調べの過程で神戸山口組側の関与が判明すれば新局面へと展開する。高山宅銃撃事件をきっかけに大掛かりな捜査へと戦線が拡大するかは不明だが、警察対山口、神戸山口組の新たな局地戦は始まった。